日本の雇用のおよそ7割を支える中小企業。日々変化する市場の中で競争力を高めています。その中小企業を日本の原動力にと活動を続ける組織の姿に迫ります。広島市中心部シャレオであるイベントが開かれました。中国地方きらめきの一品 in 広島。中国5県の特産品や伝統技術を生かした商品が集まりました。広島の牡蠣を特殊な技術で加工したせんべい、呉市の伝統産業ヤスリの技術を生かした猫用ブラシ、鳥取県産の赤い野菜を使ったピンク色のカレー。13社がブースを構え、多くの客が会場を訪れました。このイベントは地場産業の優れた商品をアピールするため、商品の開発に協力した中小企業基盤整備機構中国本部が開いたものです。呉市新潟町でヤスリを作っております。デザインとか、それから今回はネーミングなんかもとってもいいお知恵をいただきましたので、展示会、ね、販売会、いろいろ紹介していただいて非常に感謝してます。ちっちゃい会社なのでなかなか資金がなくて、でそこの部分は大変助けていただいてもらってます。広島市中区にある中小企業基盤整備機構中国本部。国内にあるおよそ381万社といわれる中小企業の経営を支援しています。中小企業が抱える課題を的確に汲み取り、適切な支援を行うことを組織の使命とし、中小機構とも呼ばれています。岡山県の中央部美作市にある相田エンジニアリング、この企業も中小機構のサポートを受けています。事業内容はロール成形機、パーキング機器、破砕機向け刃物などの環境機器の製造販売。中小機構が行っているのはハンズオン支援。経営課題の解決に取り組む中小企業を対象として、豊富な経験と実績を持つ専門家チームを中長期的に派遣し、課題解決のサポートを行うものです。中小機構の強みというところでは、まず、国の組織ということで、全国オールジャパンの幅広い専門性を持った方々を企業さんの課題に対してサポートすることができるっていうところと、本当に企業さんが自立するサポートとなるので、それに対して我々中小機構が後押しするというところで、ハンズオン支援という名前をつけて支援させていただいているという形になります。アイダエンジニアリングの主力製品はパーキング装置。課題は製品の性能、価値を保ったままコストの削減を進めることでした。よく現場改善、生産性を上げるとか、そういう改善をする企業さんはたくさんいるんですけど、コスト構造から言うと材料費が非常に高い製品だと現場ではどうしようもないんですよね。だからその部品構造に踏み込んだ改善をしないとコストは下がらない。そこを体系だって私たちが、アイダエンジニアリングさんのように一緒に汗をかきながらやっていくということをやってきました。中小機構が提案したのは VE 手法、バリューエンジニアリング。製品サービスの価値をそれが果たす機能とそれにかけるコストの関係で把握し、システム化された手順によって価値の向上を図る手法です。製品の開発段階からコスト削減を追求します。 VE 活動を推進するために各部署から適任者を選び、推進チームを編成します。最初は目標があって、それに対して経営戦略を立てるというところがスタートだったんで、受け身的なところはやっぱあったんですけれども、今いろいろと活動を進めていく中で、各その担当のやっぱり意識も向上してですね、自ら良くしていこうというところで、非常に活動としては活発になってきているんじゃないかなと思っています。中小機構のハンズオン支援には専門家継続派遣事業、
戦略的 CIO 育成支援事業など4つの支援メニューがあります。企業の実情に合わせて最適なものを提案しています。指導していただいたことを使って設計からまた見直して改善改良してきました。当初のものの約半分の販売価格まで落とすことができました。中小機構の支援についてアイダエンジニアリングの社長はどのように考えているのでしょうか。社員の考え方とそれから目標値を明確にすることによって手法とかやり方とかそういうものをこう教えていただいているので、自分たちで工夫をして外注先にも交渉に行ったり設計者とも交渉して徐々にこうレベルが上がってきて、で、利益率も上がってきた、そういうふうに思っています。中小機構のサポートを受けた3年間で経常利益を 30% もアップさせることに成功しました。中小機構の支援にはさまざまな形があります。その一つが新連携事業です。新連携事業とは異なる分野の事業者が有機的に連携し、その経営資源を有効に組み合わせて新たな事業分野の開拓を図ることです。安芸高田市向原町、豊かな田園が広がります。訪ねたのは孫野菜。町内の中小規模農家が作る野菜をすべて買い取り、広島市内の飲食店を中心にインターネットで直接販売する事業を展開しています。お客様が求める野菜の情報を収集して、それを農家さんが分担して作ってる感じになってます。はい、なのでもちろんベーシックな野菜もありますけれども、イタリアのなかなかないような野菜も今現在でいうと大体500種類ぐらいの野菜を皆さん頑張って作ってらっしゃいますね。はい、中小機構では新しいビジネスモデル確立のため専門家を派遣しサポートを続けてきました。今向原でやってるこのモデルをなんか展開したいというか、もっと広げていきたいという思いをお持ちでしたので、新連携という支援を始めました。朝収穫して翌日にはお届けするという新しいビジネスモデルを確立するため、生産出荷などの管理を IT 化、そのためにシステム会社との連携を図りました。思いすごい強いんです。はい、でその思いでガーッとその事業を作るんですけど、冷静に考えてそれがいいのかどうか、ある種引いてみていただいて、きちんと整理するかどうかだったりとか落ち度がないか、そういう意味で そのアドバイスっていうのは非常に貴重だと思いますね。結局私どもの支援というのは社長が持っている思いをいかにこう分かりやすく見える化するかというのが一番大事だと思います。それを事業計画に残すというところは重要ではないかなと思っております。孫野菜のビジネスモデルは広島を飛び出し九州でも展開。九州の企業が新規事業として2018年から取り組んでいます。中小機構は中国5県ので活躍されている中小企業の方々をとそれから地域の方々をですね、対象にさまざまな形で支援をしております。我々とともに地域の皆さんと一緒になってこの中国5県をさらに盛り上げて活気ある地域にしていきたいなというふうに思っています。